17盗塁で、シーズン31盗塁ペース、通算103盗塁でヒット歴代2位に浮上。D-BUCKS 旧サンドジャース、日時間5日、ロサンゼルスドジャース、大谷翔平投手は4日、日時間5日、4どころ地、ダイヤモンドバックス戦で、通算103盗塁をマークし、松井和夫を抜いてヒット単独2位に浮上した。今季17盗塁とし、自己最多のシーズン31盗塁ペース。今春のスプリングトレーニングから、大谷の走塁改革に関わってきた、元ブルワーズ監督のロン・レネキー GM 特別補佐は、どう見ているのか。走者、大谷の目に見える変化は、リードを取って、オープン戦中から右足を後ろへ引き、次の塁へスムーズに体重移動できる構えに変えた。68歳のレネキー氏が今季の一番の変化を明かす。ここまではいい。スタートがいいし、構えがいい。いい仕事をしているよね。一番変わったのは構えだろう。私はいつも彼に聞いてるんだ。いい構えでできているか、いいスタートができているかとね。スタートは素晴らしいね。オープン戦中はリードを取った際に、右足を一足ほど後ろへ引いていたが、シーズンが開幕してからは半足ほどに。スタートの切りやすさと牽制球をもらった時の帰塁のしやすさ、双方を追い求めた結果、現在の構えになったようだ。オープン戦中と比べて、今は少し体を閉じている。スタートを切りやすくするため少しは体を開く必要があるとレネキー氏は解説した。試合前には、マッカロー一塁走塁コーチと相手投手の癖などを研究する。レネキー氏は、スタートは教えられない点だ。直感だから。でも、彼には直感がある。クレイトン、マッカローコーチもいくつかの点で助けている。いい構えと直感、スピードもある。だから素晴らしいんだと力説した。このペースで行けば、ヒット初のトリプルスリーも見えてくる。今年は、ピッチングの心配をする必要がない。打撃にもっと注力できる。ケージでの打撃練習や取り組み方を見たが、ランニングにも注力している。だから我々は、試合でいいところが見られているのだ。ブルワーズ、レッドソックスで、計6シーズンで監督を務めたレネキー氏は、感心しきりだった。小谷真也、正也小谷。